ははいいこんにににちはレトススですす本日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます理解することができれば自然と覚えられる逆に理解できていないことはすぐに忘れてしまうどうやって暗記をすればいいのかそのように考える方は非常に多いんですけども人が暗記できる量っていうのは限りがあります。 中学校や高校の中間試験や期末試験であれば範囲が狭いので暗記でなんとかなるんですけども卓研試験のように範囲が広くて問題文自体も難しい試験では理解をしていないと勘で解くことになりますこれでは正直合格するのは難しいですしっかり理解をして受験に臨む丸暗記だけに頼らず理解学習に努めていきましょうそして個別指導の現在の割引価格は本日までとなっております 本日の24時までですね。明日になると値上げとなりますので、その点ご注意ください。まだ今からであれば、理解学習を開始することによって、十分合格できますんで、今年合格できるかなって不安な方は、ぜひ個別指導をご検討ください。卓、ま、球、あ、試験、年に1回しかないので、落ちてしまうと、まあ、悲惨なんですよね。また1年勉強しなきゃいけないとなってくると、大体がモチベーション続かなくて、勉強やめちゃうんですよ。 で、また試験半年ぐらい前になって勉強開始するみたいなことになって、いつまで経っても合格できないので、もうやるからには今年合格しましょう。そして個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますので、そちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。AB 間で金銭消費対策契約が締結された。借り主 B は期限の日に返済のため、電車で A の自宅に向かったが、人身事故などの影響により、 期日に返済することができなかったこの場合、B は債務不履行を免れる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはツですね。B は債務不履行を免れることはできません。金銭債務の債務不履行では、不可抗力、えー、大地震だったりとか津波とかが原因だったとしても、免責されないんですね。 で今回の人身事故っていうのも、まあ、不可抗力の一つです。つまり、天災などの理由によって、期日に返済することができなかったとしても、債務不履行、履行遅帯になるんですね。よって罰だということです。ちなみに、金銭消費対策って何かというと、簡単に言えばお金の貸し借りの契約です。そして、金銭債務。これ何かっていうと、例えば借りたお金を返す義務だったりとか、商品を買ったことによる 代金金の支払い義務務これらが金銭債務ですねお金に関する債務っていうイメージです。あと、ですね賃料債務もそうですね。例えば、アパートを借りましたって言ったときに、アパートの借り主は賃料を大家さんに払う義務あるじゃないですか。その賃料債務もお金に関する債務なので、金銭債務に当たります。で宅球試験っていうのは、はっきり言って勉強の仕方、覚え方、まあ、理解の仕方も含めます。それが分かれば合格できるんですね。 で今回も金銭債務え、簡単に説明しましたけれども、難しくないですよね。でも、ほとんどの解説書っていうのが分かりづらく書いてあるんですよ。もしくは書いてなかったり。でこれだとですね、もう自分自身で別途調べなきゃいけないってなっちゃうので、めんどくさいし、時間かかるし、結局調べれなければ理解できないまんまになっちゃうんですよね。まあ、そうなると、やはり合格するのは難しいです。 で、レトスの個別指導では、まあ、できるだけわかりやすく解説して、短期間で合格力をつけていただけるようにしております。なので、勉強しても理解できてないなっていう方は、ぜひですね、個別指導で一緒に勉強しましょう。今からであれば、合格していただく自信はございます。個別指導については、動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認ください。で、問いにですね、え、卓券業者 A がえ、宅建業者でない B から、 A が売り主である宅地について、喫茶店でその買い受けの申し込みを受けた。つまり、A が売り主業者で、B が買い主だということですね。そして、B は申し込みの撤回を書面により行う場合、その効力は、B が申し込みの撤回を行う旨の書面を発したときに生ずる、丸か×かという問題ですね。まあ、つまり、これ何言ってるかっていうと、B さん申し込みしましたよね。B さん申し込みしたけれども、申し込みの撤回をしたいと。 書面で申し込み撤回させてくださいっていう風に売り主 A にまあ郵送するって話なんですね。書面発するって郵送するってことです。そしたら申し込みの撤回の効力は書面を発送した時に生じる○か×かという問題なんですね。で答えは丸です。クーリングオフっていうのは書面を発信した時つまり郵便局に書面を出した時です、ね、に効力が発生します。つまり、宅建業者が故意に受け取らないと。 つまりこの書面ですよね。撤回、申し込み撤回の書面を受け取らなかったとしても、効力は発生するんだ。つまり飼い主は保護されるわけですね。飼い主は発送しさえすれば、もうクーリングオフによって申し込み撤回できるわけなので、飼い主は保護されるというわけです。まあ、これは基本事項なので、必ず頭に入れておきましょう。で、問い3ですねえ。市街区域内の農地を工作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、 農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない、丸かツかという問題です。でこれ、答えはツですね。市街区域内の農地を工作目的で取得する場合、原則通り農業委員会の許可が必要ですね。そして今回の問題文を見ると、農業委員会に届け出れば、参上許可受ける必要はないって書いてありますよね。これが誤りですね。届け出だけでいいという特例は、参上許可にはないんですね。 したがって、えー、誤りなんですけども、これ、意外とこの点、届け出だけでいいと勘違いしている方ですね、混乱している方、多いんですね。で、これは理解できていないからなんですよ。丸暗記でやってると、大体こういったところで、えー、整理できていなくて、えー、失点します。また、本試験の時に頭が真っ白になる。もうこれは前提として頭真っ白になるって、思って勉強した方がいいですよ。つまり、何が言いたいかっていうと、理解をしておけば、頭が真っ白になったとしても、答えを導けるんですよ。 で実際私自身もこの問題について許可か届け出かって覚えてないんですねその場で答えを導いてるんですよでこれどういうことかっていうとイメージとしては20たす25っていうのはこれ45ですよねでこれっておそらく20たす25イコール45これ答え覚えてるっていう人いないと思うんですよその場で答え導きましたよね 20たす25を計算して答え45って導いてますよね20たす25イコール45って覚えてる人ってほとんどいないと思いますこれ数字変えましょうか30たす25これ55ですよねこれも今計算したんですよねこれ答えを導いたってことなんですよ丸暗記っていうのは30たす25イコール5520たす25イコール45って答えをこう覚えるこれが丸暗記なんですよ だからこういう人っていうのは、じゃあ20たす20はって言われたら、40ってこれ、丸暗記で覚えていないから解けないんですよね。でもこれ、足し算のやり方を知っていたら、20たす20は40ってこれ答え導けるし、10たす10も20って答え導けますよね。これが理解学習なんですよ。こういうふうに答えを導くっていうことをやっていくことが重要なんですね。個別指導ではこんなことを教えてるんですよ。だから今回の問題についても、答えを導くやり方をすれば、 許可か届け出かってこれを覚えていなかったとしても答え導けちゃうんですよね。だから私はこれを覚えてないんですよ。許可か届け出かなんかは。でも答えられるんです。こういったものを増やすことによって点数って上がってくるんですよね。丸暗記じゃなくて理解してるから答え導ける。だから点数が40点とか45点とか普通に取れちゃうんですよ。問題が変わったとしてもそのぐらいの点数って取れちゃうんですよね。でそういうふうな勉強の仕方をするってことがやっぱすごく必要なんですね。 ただいつもお伝えしている通り、無料の動画ではそこまではお伝えしておりませんので、その点は個別指導でお伝えする流れになります。そして、初めにもお伝えをした通り、個別指導は本日の24時をもって値上げとなります。また、4月いっぱいで個別指導の募集も終了する予定です。理解学習こそ合格の秘訣です。もし、今年の試験、不安だなというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。今から理解学習に変えれば、なるほど、そういうことだったんだということが増えて、どんどん頭に入ってくるはずです。 そして実力も上がってきます。なんで今年絶対合格したいっていう方は個別指導で一緒に頑張っていきましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスのオンでした。